やっちまったよ。もう最近なんかドジが多い。この前、昨日もガラスコップ割っちゃったんよね。しかもめっちゃ夜に。しかもお母さんがよし眠ろうかなって言っておやすみって上がる寸前にコップ割っちゃってお母もうって言われました寝る直前にあなたはってK さんお疲れ、ありがとう。あ、ラジオありがとうね、ありがとうございます。そう、最近なんか、あ、リアタイ嬉しい、嬉しいです。お便りね、そうあれなんです、あれなんですよ、お便りそうたくさんね、送ってくださってて、他の、まあ、私に向けてのやつも選手の方への向けての質問も、選手の方というかゲストの方に向けての質問もいっぱいねあったんですけど、なかなかてんこ盛りの内容すぎ、てんこ盛りの内容でそう、お便りまでね、お便りを読むところまでいかなかったって感じだったので、そうでも届きましたよ私の心には届いてますので紹介はねできなかったんですけど、ありがとうございました。お便りも、そうもうね、聞きたい、いっぱい聞きたいこと、本当に内容てんこ盛りの50分のね放送だったんだけどね、もうてんこ盛りだったね。私ももっともっと聞きたいことが、聞きたいことがありました。あ、ラジオありがとうね、ありがとう、お帰りなさい。そうやっちまい、そうやっちまいあずみんです。ちょっとイケメンが好きなんですねねそういじられた別にそういうわけじゃないんよ絶対やれると思ったみんなにも。そう、めっちゃいじられました、いじられない、ね、いや、みんなイケメンやな、選手の皆さんはそれはね、もうイケメンなのは大前提じゃないですか。選手の皆さんかっこいい、かっこいいですもん。何かをひたむきにこう努力されてるね方はみんなかっこいいからさその中でもプレーと人柄に惹かれたんです私の好きな選手マイナミさん、いちごありがとう。そう、聞き逃し準備中、月曜日からだったかな、月曜日で聞き逃し配信もあるけん、またなんかツイートとかできたらいいなと思って、メールとかでも。そうなんです、月曜日から聞き逃し配信で聞けますね。こんばんは、新一さん、青いハートありがとうね。あっという間だった、そう時間もてんこ盛りで赤なりおかえりなさい。いやもういじられここみたいな、いじ本当にあんないじり方されるとは思わなかったですよ。そうでもめっちゃ面白くって、そう森崎さんも阿部さんも、森崎さんとはね、浩二さんとはサンフレッチェレディースの時からこう何度かこうお会いはしたことがあったの、あったんですけど、阿部さんは本当にお会いするのも今日初めて、私ああやって深くのお話聞けたのも今日初めてだったので、すごくユーモア溢れる面白いあれでした、面白かったです。いろんなお話聞けて、もうね、なんだろう、放送以外の部分というか、阿部さんは今回ずっとね50分の放送をずっとこう一緒にスタジオにいてくださって、参加をね
って感じだったんですけど、そうもうあのなんだリハーサルの時からとか、あの放送ハイスタートってなってないところもずっとこうなんだろう、ユーモア溢れる、もう面白くって、たくさん、そうあのたくさん安倍さんの一言一言に私も大爆笑してました大爆笑してました。こんばんは、えじゃあやってやだいやみんなイケメンですよ選手はね。こんばんは、スポーツのお仕事ね、そうこれをきっかけにラジオのお仕事、スポーツのお仕事がなんかこう増えていけたらなと思うし、私も今シーズンやっぱりサンフレカープどっちもねたくさんスタジアムあの駆けつけて応援したいな、気持ちがめっちゃ 高まりました。明日が開幕戦ですね、サンフレは明日からもう始まりますよ。ありがとうございました、ラジオありがとうね、リア君青いハートありがとう。ちょっと今からイケメンになってきます、探さない今も十分かっこいいよ今のままの方が好きだから今のままでいてください。安住の声好きだと本当に、あ嬉しい嬉しい、声好きって、そう去年までね、そう選手で今は伝道師伝道師として通訳されてますよ。そうラジオ始まる前後も、ねえ、いやでも緊張してたよ、緊張してたけど、緊張してたけど結構なんか楽しみが大きかったかもしれない、楽しいっていう感情が、うん緊張もありましたね、緊張始まる、もう始まってからは結構楽しいだったな、始まるまでは結構緊張するなと思いながら、でも台本みたいなのがあるので台本とこう確認してメモしたりしながら、あ緊張するなって5時5分を迎えて始まったら、うん楽しいでいっぱいだった、楽しかったです、すごい、あありがとう、初めてラジオ聞いた、嬉しいありがとう嬉しい、ラジオってねいいよね、なんかさこう自分がさ、まあ、今回はスポーツについてのお話だったけどさ、他にもさなんかこう自分が知らない分野みたいなのところからのお話をさ聞けるというか、なんかそういう面白いよね、いろんなさお話が聞けるじゃない、いろんな分野のいろんな方のお話がそのまあ、放送の種類にもよると思うんだけど、でもそういういやラジオやっぱ楽しいなと思う今日もお話聞いててすごいもう興味深かった、全部おーなるほどと思ってすごいちょっとわ、いややっぱラジオ好きですね、ラジオ好きだ、楽しいなってなった、めっちゃ。イケメンじゃないんだ、イケメンじゃなくていい人探してておい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 、やっほーありがとう、こんばんは、ペダルはあずちゃんが、そうペダルはあずちゃんが選んだよなんかねもともと夢じゃからで夢じゃからだったんよ、そのあっちのスタッフさんが選んでくださっとったのが、
で夢ジャカラにする予定なんだけど、なんかあずみちゃん他にもなんかこの曲がいいとか候補曲あるって聞かれて、結構なんかこう元気な前向きな歌の方がいいなと思うんだけどって言われて、あーじゃあペダルとか好きですねって言ったら、おペダルいいねってなってペダルを流してもらいました。ペダルいいよね、サビのね歌詞が私特に好きなんです。ペダルこいで回った車輪の分だけ、ここの歌詞もう すごくない、この歌詞めっちゃね、ペダルの歌詞何回聴いても元気出る。あそうですね、ねそう私ね口癖ないよね、そうですねって一個質問聞かれてそうですねなんとかかんとかでっていうそうですねが結構割と昔から口癖で、こうやってなんかフランクに喋るときはあんまり出ないんだけど、ああいうなんかそうちょっとしっかりとコメントしないとみたいな時はとかちょっと緊張してる時はすぐねそうですねって言っちゃうのこれいいことなんかの悪いことなんかのどうなんだろう、多分自分の中で考える一呼吸としてもちょっとね多分無意識に使っちゃうんだと思うけど、そうですねって言っちゃう。あと30分で息をする、えねねえあれね、チリパでだよね、ねえそうそうですね、嬉しい、いい声って。でもそう専門そういろんなね専門家さんからのお話聞けるの、ねえでもまたなんか次につなげられたらつながっていくと嬉しいなと思います。今日ラジオのお仕事初めて頑張って、これが次につながったらいいなって。家族も聞いてくれましたね、そうこれでね言ってたのラジオ、これ可愛いよねこの服、茶色のブラウス、あペダルの前振り良かった、あ嬉しいね、あ、ない選曲いいチェスだった、あ、本当嬉しい、めっちゃ2番の あるある、こういう振りあるありますありますあります、こんな振り、うんうん、ありますね、これが前か、難しいよねペダルね、踊ってないよみんなの前でさすがに元気すぎる急に踊りました踊ってませんよ。くまぽんさんかわいい、ありがとう、あなるほどねも多い、うんなるほどねも多分口癖になっちゃってる、お疲れ様です場面によるの、番組によりますかな、ない方がいいと思いますが、ああなるほどね、あってもいい場面も確かに、どうなんかそう無意識にねもう出ちゃうんだよね、そうですねの違う言葉ってあるのかなでもちょっと一呼吸置きたくって、喋るときに聞かれて喋るときに、そうどんな場面、ちょっとラジオとかに限らずこう対話、ちょっとなんかスタッフさんと会話するとき、フランクにはおしゃべり、フランクなおしゃべりじゃないときとかは、そうあそうですね私はこうこうこうですねって言っちゃうんです。他になるのかな、そうですねじゃない言葉って、いい言葉適している、
ヒーローインタビュー確かにヒーローインタビューなんかイメージあるかね。そうラジ、あよかった、ひろひろさん、いちごありがとう、るやくん、だるまちゃんありがとう、ああーとか、あーそっか、お話館に来て、お、よう覚えてるね、そうそうそう、お話館に来とった服正解です。あーそっか、あー確かに、私は、あー確かに、そうだね、かせやなせやねんな急にせやな、私はこう思うでんが、でんがじゃないかこう思うでんな急に関西弁になるせやな、そうでんなこんばんは、あこんばんは、あお疲れ様、あそう昨日新幹線、そうそう大変だった昨日ね、そう、おかえりなさい、キャッシュ力剣持ちも、そうなの、あそうなんだ、会いたかった、来てほしかった、めっちゃ、そっか来てほしかった、来てほしかったけど、そっか倍率が結構ねなんか高めだったらしい、今回個人戦の方がね、へえー、そっか、もう家まで届けます歌唱力家まで届ける、こんばんは、そうですねって言ってる間に何を隠せるすること、そうそう私も一緒のタイプ、そうですねって言ってる間に頭をなんかパズル回転させる言いたい言葉をパズル回転でいつも組み立ててる、そうですねって言いながら、そうお疲れ様です、眉毛の形、嬉しい、眉毛の形嬉しい、あ、 ありがとうラジオ、ありがとう、こんばんは、ありがとうございます、ゲズモさん、いちごのいっぱいのやつありがとう、ねえまた行きたい、松田スタジアム、関西ラジオ局ならみたい、あそうな、ユノーかっこいい、ユノーって呼んだ、研究生ってね、研究生は研究 していますなんだろうな、入ってから研究生期間があって、昇格までのなんかこう昇格するまでの期間ですね、今研究生期間、お頑張る、ありがとう、家まで届ける、頑張ります、歌唱力あっという間、歌唱力もすぐ来そう、2月、なんかさ2月のカレンダー、2月のカレンダーをね、なんかあのマネージャーさんに送ってもらって2月の予定表みたいなのがあるんですよ、で2月のカレンダーこうやって見てたら、なんかまだ私2月まだ始まってすぐな感覚だからさ、その今日っていうか、まあ、この前の話なんだけど、この
3日間ぐらいこう予定がドドドドンってこの週かなかドドドンってお仕事が詰まってたから、そうどんななんかそれをチェックするのに予定表パって開いたんですよ。で私のこの今日は何の予定だっけって言ってこうスクロールしてみようとしたら、なんか自分的にはまだ2月ちょっと始まってすぐぐらいの感覚だから上ら辺を見てたんだけど、なんか見つからなくって、あれないぞって思ってたら結構下ら辺だった今もう自分のなんだろう、2月があともうだって10日ぐらいで終わるでしょ、10日ぐらいでさ2月が終わっちゃうって考えると、えもう2月そんなに過ぎたのって思うカレンなんかそのイベントカレンダーっていうかそれを見てそうびっくりしました。もう2月がここまで進んでいることにね、気がつけばもう3月だよね。そう怖いです早いです、早すぎるよ、いろんなことが。こんばんは、あ、にもすけさんファイト、ありがとう、ありがとう。レナ研究してくれそうだね、下積み時代ですね、うん、研究生ねえ、早いよ、半分終わったんか。バレンタインね、バレンタインね、そうバレンタイン、マカロンを日曜日に作ろうかなと思って、日曜日に作ろうかなと思っております。今のところ19日のいつ作ろうかな、うん、何時、夕方かな、夕方かな、うん、日曜日の夕方ですね。それか朝かえ、朝からマカロン作り、朝からマカロン作りか夕方からマカロン作りか、夕方かな、夕方がいいかな、何時に終わるか分かんないから、私のマカロン作りが私のマカロン作りの終わりが何時かちょっと決められないから夕方にしよっかな昼間ね予定があるんですよ、日曜日だから朝か夕方なんだけど、夕方かな、夕方がいいか、終わりがもし昼まで経っても終わらなかったら打ち切り、マカロン打ち切りになっちゃうので夕方にしようかな。しんちさん、青いハートありがとうね。え、あ、免許も安心して、みんな安心して、もう行く日決めた、これ行く日をちゃんと決めないと一週間はと思ったから、行く日を決めた、そう、もう今月の行く日をバチンと決めたので、その日に向けて勉強する、行く日をもう決めたから頑張って、あ、そう、あと一発合格してくるだけね。え、免許2月中みんなとの約束が、そうだよ、明日で3期生配信中だね、ねえ、どんな子が入ってくんだかね、そっか、明日で終わりか、3期生さんの配信、2005年のイメージなんで、もう2023年ね、年々早い、なんか時が経つのが、確かにバレンタインってから、や、確かに JK 卒業して2年よ、もう2年経ったよ、現役 JK はもう使えんけん、2年使えんくなって2年が経ちましたついに、いや、取る復習して頑張る、
朝にやれば昼までに終わらせないとって気があるからプラスの気も確かに確かに、いやでも確かに、まあ夜夜やろう夜やろう、あラジオありがとうね、ありがとうございます。いやもうダークマター、いやさすがにね成功させたいです、成功させたいマカロン作り5回目よ、もう数も忘れ、多分5回目、もうしっかりと思い出せないぐらい作っとるもん、多分5回目なんです、多分5回目、今ちょっと調べたらマカロン作りに3時間くらい、そんなかかるのそんなかかるん、あじゃあ朝できんな、それだったら7時ぐらいからマカロン作らんといけんくらい3時間もかかるんやったら、あみやこーちゃん青いハートありがとう、罰ゲームにならなくて、そう罰ゲームはの心配はもうないです、2月中に免許取れない場合の罰ゲームはないですよ、みんなちゃんと取るので目指せ一発合格、こんばんは、確かに焼くのとかにも時間かかりそう、どんぐらいかかるんかな、焼くの次なんか悲しくなった時は免許取って、え取ってるかもね、免許取った記念で燃えゼルフ来たやだ何が何でも燃えゼルフじゃん私じゃ免許取らんくても燃えゼルフで、免許取っても燃えゼルフになってしまう、それだったらどんな時でも燃えゼルフ、いやほんとね早いですよ、明日で3期終わりなら安住のさばきがさばきますか撫でますか、あーあった確かにどうだろう、前者が多いかな、前者が、島根のおっさん青いハートありがとう、今回はお姉ちゃんに頼らず、ゆうさんおいハートありがとう、ありがとうございます、そう5回、まず初じゃないんですよマカロン作り、なんかね何かと失敗してきてて今まで本当に失敗を重ねて失敗して失敗して、あ優しさ溢れる声、え嬉しいラジオありがとうね、ありがとうありがとう、あ、27日 OS と行くよ、あざみコール、え、嬉しい、小声で、え、大声でしてよ大声でしてよ嬉しい、でも会えるの久しぶりだよね、めっちゃありがとう、待ってるね、あ、そう、声出しで思い出した、 STU も声出し解禁決まりましたね、めっちゃ嬉しい、決まったね、あ、ホグモムルムありがとうね、待ってる、ありがとう、あ、せんじさん、青いだるまさんありがとう、こんばんは、ありがとう、嬉しい、お久しぶり、お久しぶりです、ありがとう、ねえ声出し、ねねあずみん聞けるねねあずみん聞ける、嬉しい、3月からね、嬉しい、え、めっちゃ嬉しい、せーのって言ったらみんながねねあずみんって言ってくれるってことだよね待って、めっちゃ嬉しい
それも嬉しいし、曲中の曲中のコールも嬉しいし、っていう感想。めっちゃ嬉しい。ねえねえあずみん聞きたい。そうだよ、コールの仕方思い出す。確かにみんな覚えてる？みんな覚えてます？言える？あれじゃない、声発声練習とか高いところから低いところで、あーとかやって公演に臨む急に声出して喉を壊さないようにしてね。ね、嬉しい、楽しみ。3月からね、あ、島根のおっさん、だるまちゃんありがとう。しんちさん、だるまちゃんありがとう。ねえ、公演楽しみです。3月、島根のさんハートありがとう。確かに握手会もね、再開できたらいいね。発声練習大事大事。カレーアイ対バンガチョッキーだね、ですね、うんうん、一番キンキンの声出しはだね。いやー嬉しいですよ、めちゃめちゃ。そっか、2期生さんの前か。うん、聞きたい、みんなのねえねえあずみ。口声こじ忘れた、忘れたそうだよね。でもね、3年ぶりになるのか。3年ぶりかな。3、4年ぶり、3年ぶりぐらいになるもんね。だってね、私もちゃんと聞く。 STU48 入ってなんかコールのある中でステージする、まあ STU のステージするの初めてだからめちゃくちゃ楽しみ。ねえ、めっちゃ爆上げなるかも私、テンション楽しくなりすぎて、その声出しの環境がもう、す、絶対大好き人間私、声出しとかあのそういう空間結構大好き人間なので、結構あれかも、もうテンションなんかもう爆発ってなりそう、踊りながら楽しさが、楽しさのメーターがちょっとグワーンってなりそう。お見送りで話せるのかな、どうなんだろう。おかえりなさい。あ、唇ブルブル確かにこれの発声も大事ねえ、聞きたいな。ね、そろそろチリメンバー、え、そうそう、息をする。え、今日あれですね、アーシャがね上がりましたね。先輩方の選抜メンバーさんのアーシャがこんばんは。ね、これしたいよね。ね、長かったね、ここまで丸3年か。長かった、ほんとね。なんかこの今日マネージャーさんとてかスタッフさんとも話したんだけど、このコロナ禍っていうのがさ、だいぶこうなんか慣れてきたというか、だいぶもう日常に定着してきたじゃん、マスクの生活とかさ、そのまあコロナ禍によって変わった体制みたいなのにもだいぶこう定着して慣れてきて、
またこう再会だからね、なんかね、嬉しさもあるけど、初めはなんかちょっと戸惑いそう。マスクとかもさ、なんか3月4月ぐらいからマスク外すの OK みたいな感じになりそうってニュースでよく見るけどさ、嬉しいけど、なんかあ外していいのかなとかになりそう。声出しもさ、あなんか今まではそ声出してきてないっていうのがずっともう3年もだったから、初めの戸惑いみたいなのがすごいありそうね。でもやっぱり嬉しいですよ、いろいろ制限がこうなくなって、いろんな日常がこうまた戻ってきてるっていうのはね。こんばんは、ねちょみんとか言っても許してくれる？え、それは怒る。あずみんって言ってください、ちゃんと。あずみんって言ってくださいよ。こんばんはね、爆発する、テンション爆上げ、あずみん吹っ飛ぶかもしれん。ファンの人名前呼んであげて、あ、そっか、話せるように、そっか、どうなんだろうね、話せるようになるのかな、どうなんだろう。あーさねー、あーさ、あの中にいつか入れるように頑張る。あーさ撮影、あの中の一人に私が入れるように頑張ります。ねえ、こんばんは。確かに普通にアーシャ自体も新しくなりそうだよね。ね、まだわかんないけど、全然動いたりはしてないけど。スケヤモンさん、バラありがとう。こんばんは。マスク取るのね、ね、ここまでねずっとつけてたらね、ね、ちょっと外すのに抵抗とかも出てきそうだよね。あずみとあずみの欲しくなるのは沼ですか？それは沼、ズボズボですね。ズボ沼です。おかえりなさいね。え、最初ね、ドキドキするよね、撮るのね。シャマネのおっさん、ハートありがとう。こんばんは。サンフレも声出し OK、 カープも声出し OK、 テンション爆上げでね、爆上げでいきましょうよ。爆爆上げ上げで、いや、サンフレの声出し OK めっちゃ嬉しいよね。どうだって、まあそれも全部まあ久しぶりなん、すごい熱気だよ。明日でも雨っぽいってね予報だから大丈夫かなってちょっと心配ですね、明日の開幕戦。せっかくの開幕戦、せっかくの開幕戦、あれがいいね、晴れが良かったなって気持ちもあるけど、そんなにひどい雨じゃないんかな、明日は。どうなんかね。島根のおっさん、青いハートありがとう。ね、そう、公式写真もね、頑張る、安住の入る、ありがとう、頑張ります。頑張る。あ、さっきのアップもショールメイベント、あ、2位だった、あ、そっか、よかったよかった、最終結果、よかったね、よかった、頑張ってたからのアップ伸びたい、研究生ぐんと。みんなで伸び入れるように頑張る、まずは昇格を目指して。マルさん、いちごありがとう、ありがとう。カタンシか、消極的なボス猫さん、初見さん、こんばんは、ありがとう。お話会 D2 って受付、あ、そっか、 D2 って今回全然 D2 っての告知が
できていない。あ下に置いてきちゃったノート。ちょっと取ってこようかな。下に置いてきちゃった。ちょっと取ってくる。よいしょ。ただいま。走ってきた。そうだ、19枚目。あ、待って、11時ってことはさ、今息をする心がさ流れてるんじゃない？どう？チリパ聞かれている方、まだ流れてない？ただいま。走ってきました。始まった？まだか、まだ流れてないか。あ、始まったか。よし、じゃあちょっとなんかお話のお話からの話先にしとこ。9枚目シングルお話し会の D 日程が始まりました。受付始まっております。で、3月12日日曜日の3時間目と4時間目のこの日程が最終受付になります。今回の D 日程、お兄ちゃんとお姉ちゃん呼びをする日で、4月1日土曜日3時間目と4時間目呼び捨てでエールを送る日と、4月2日日曜日3時間目と4時間目春のデートコーデの日です。で、4月15日土曜日3時間目と4時間目取り調べチェックの日と、4月16日日曜日の3時間目と4時間目ピクニックデート服の日で、4月30日日曜日3時間目と4時間目私からたくさん質問をする日、5月4日木曜日3時間目と4時間目投げキッスをしちゃう日で、5月27日土曜日3時間目と4時間目じゃんけんをする日です。じゃんけんぽんで、5月28日日曜日3時間目と4時間目花柄ワンピースのを着ちゃう日です。6月11日日曜日3時間目4時間目個別結婚しての日です。で、7月17日月曜日夏の清楚系ブラウスの日です。これ以上が9枚目シングル息をする心のお話し会のオンラインお話し会の日程になります。おすすめなので言うと、やっぱり3月の3月の10あれ3月の12か3月の12日のこの日が今回の D 日程ラストの受付になるので、この日がおすすめですね。最後に受付になります。ですね、悩んじゃう。ぜひどの日程もおすすめじゃけん、どの日程もおすすめじゃけん会いに来てください。待ってます。私一番ね、あと感謝枠もあれですね、感謝枠もあの受付も始まってますので、よかったら感謝枠の受付もあのツーショット撮影会とサイン会ぜひぜひ申し込んでみてください。感謝枠の受付も始まってます。で、あと直接お話し会もありまして、じゃん、リアルお話し会3月25日の土曜日5時間目と6時間目幕張メッセであります。と5月13日土曜日の2時間目と3時間目福山ビッグローズであります。で、最終日6月24日土曜日の5時間目と6時間目
インテックス大阪であります。この日は浴衣を着ます。浴衣着るよ、お待ちしてます。どの日程もおすすめだし、こうね、話すの苦手だよって方も、私とのお話し会はそんなにこう緊張せず、こう気をグッてせずに、こう気楽な気軽なあの気持ちでね、全然来てくれたら嬉しいので、嬉しいのでね、一緒に楽しんでいきましょう。ちょっとでも悩んだら GO です、 GO ですよあと私のプロフィールのところからお話し会申し込めますので、ちょっとでも気になったらお待ちしてます。あといろいろ企画も考えてるから、企画のこの企画気になったとかで、ぜひあのお話の日、落ちた、選んでくれてもいいし、一番今回だとおすすめな3月12日を選んでもいいし、そうなんかあこの日行きたいなって思った日にぜひ来てくださいお待ちしてます。3月12日はラストの受付になります。今回がラストですよ。そうフランクに楽しみましょう。通所もね、通所楽しかった、この前サイン会も楽しかった。あ全部申し込んで、ありがとう感謝枠、ありがとう。オンライン話か緊張する、そっか、でも来てよ緊張するか、来てよ来てよ、来てくださいよ。二人きりでお話ししたいですよ、二人きりで。こんばんは、ね、最後に流れるかな。月曜までですね、月曜まで。あ、追加ありがとうございます。直接お話し会が握手の年、確かにね、握手会ねしたいですね、握手会もね。あずみおとのカーブをリストクワック狙っていいですかどういうことファンの方の中でってことぜひ狙ってみてください面白い、ね、あフォローしました、ありがとうございます。ありがとう。浴衣ね、浴衣楽しみ、浴衣ワクワク、あ魅力的なのたくさんある、ほんと嬉しい。どんな話でもしましょう、お話し会。直接話すか緊張、直接は緊張しないんだ。あそうなんだね、そっか、5月しか、そっかそっか、待ってるね5月。じゃあ5月全集中で9月全集中で。みんな緊張しちゃうの、お話するの。まあ確かに緊張するよね、時々。でも私も親しみやすさの持てる、あどうなんだろうでも少しのっていうか、親しみやすさは持ちたいある少しの親しみやすさはあれだな、持ち合わせたいな自分に。あ試合負けた、いつ放送かな、息をする心流れるの。あ、悲しい、聞こえました、大丈夫、大丈夫ですか。
こんばんは。限られた時間。確かに。そっか、それもあるね。確かにね、あっという間だもしない時間ね。確かに。どんな感じで見えるかと思ったけど、あ、本当？もうあれだよ、嬉しいなーって気持ち心の中はお話してきて嬉しいなーって気持ちで、あの話してる多分嬉しいなーっていう気持ちが全面に溢れてるから、そう、そんなに緊張することないですよ。島根のおっさん、青いハートありがとう。こんばんは。そっか、緊張、いっぱい緊張しちゃう、しちゃうのね。あ、チリパお便りですか。もったいぶらせていただきますそうなんだ、ドキ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 ですね。もうお便りの後とかかな、息をする心今下で、そうタッチ見てる、お母さんが、私もハマったタッチ、私もハマったタッチをお母さんが見てます。面白いね、タッチ初めて見たけど、お母さんと一緒に結構面白いです。ハマっちゃった。今甲子園のもう試合中かなのところまで行ってる。そう、目にちゃんと見えてる。あ、嬉しい。嬉しい。そう、タッチいいよね。昭和のアニメ、めっちゃ昭和のアニメです。お母さん、お母さん世代、ちょうどお母さんの世代なのかな。ね、そう、お母さんが今見、なんか急に見始めて、今絶賛ハマってて、それで、それでそれを横でこうやって一緒に見てたら、私もハマっちゃったって感じです。かっちゃん、かっちゃんもうあれです、いなくなっちゃったところ、うん、めっちゃ聞こえる音が。まだ直接撮ったことないから、それ確かにね、確かに確かに。じゃあ一回会ってみて、本当に緊張するか一回会ってみよう本当に緊張するか一回会って試してみようよ。朝放送してたんだ。そっか。恥ずかしい、重ねかで。あ、そう、本当？そっか。せっかくだからお話もしたかったけど。そっかそっか。ネットフリックスで見てる。タッチ。ネットフリックスで見てます。こんばんは。怖い感じの監督。みなみちゃんかわいい、朝倉みなみちゃん。こんばんは。
をする心がドキドキすぎて、まだかな、まだかにゃ、まだか、まだかな、もうちょっとかな。こんばんは、しんちさん、アイハート、ありがとう、ありがとう。20日もそう、今月ね2回あるんです、20と27と、もうちょっとかな、ね、15分経ったね、15分経った。実写版みなみちゃんなれそう、本当みなみちゃんみたいに何でもできる、何でもできるようになれるかな。タッチ歌ったりしてたよ、よく。タッチタッチ、ここにタッチ、あなたからタッチ、手を伸ばして受け取ってよ、ため息の花だけ食べたブーケ。タッチよく歌ってた、そばかすとかもよく歌ってる。そばかすをもっと人立てしてため息を一つ、ヘビー級の恋は見事に。あ、来た、来ました。大嫌いだったそばかすを、来た、え、流れてる、来る、来た、息をする心、初解禁、来た、あ、もう流れてるんだねえ。私も今日ちょうど聞いた音源をというか、フル尺、お、すごい、フル尺、チタがあるのかな。確かに YouTube でもね公開が、フルなんだ。あ、時差があるっぽい、見てるところで。いや、神曲ですよ神曲です、もう本当にゴッド、ゴッドソング、素敵な楽曲でした。うん、聞いてほしい、早く。頭に残るかな、メロディーラインが、そんなイメージです。私聞いてみて、うん、鳥肌立っちゃう、うん、ゴッド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 。新曲が出るときに神曲って言いそうだから何でもかんでもいや、全部いい曲なんやもんね。ST の曲は全部神曲だと思っているでも本当に本当に神曲です、本当に神曲ですよ。なんか分かんないけど、美しさがある感じの曲かな。美しさ、私は曲を聴いて美しいと思いました。美しさをちょっと感じた、メロディーとなんか感じから。来た、
大嫌いだったそばかすをちょっと一撫でしてため息を一つ教えないも当てにならないわ。来た来た来たね。確かに一緒に聞けばよかった。私もちょっとチョコ食べよう目の前にチョコを見つけた。一緒にラジオ聞けばよかった。端末がないな。端末が バレンタインのチョコよくわかったね。ガーナです。ロッテ。壮大な感じ。うんうんうん、壮大な感じねえ。なんか確かに端末で自分も一緒に聞けばよかった。こんばんは。パソコン持ってないよね。いい曲？確かに曲聴きながら実況したかったな。あ、ここのメロディー好きですとか。なんかあ。先にさ、曲名だけで出てたじゃん、息をする心って。曲名だけ出てて、曲名を見て、わ、これは曲名を見てどんな感じの曲なんだろうって結構いろんな風に妄想膨らませたけど、なんか曲を聴くとなんかあ、なるほどって思ったこの曲のこの曲名なんかなるほどって思った。なんて言うんだろう、なんか結構比喩的表現かと思ったんよ。息をする心っていうのをちょっとなんか何かをこう比喩的な表現かなって思ってたけどね。歌詞が結構素敵。これもね、新しい形のなんか前向き、なんか勇気が出る曲というか、そんな感じだなと思って。でも曲調が前向きな、こうなんかなんだろう、曲だけど曲調がまた元気ではない感じ、なんだろうこんばんは。店長ね、店長ね、うん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 、店長ね、あそこめっちゃ私も好き。あの店長していく部分、メッセージ結構する。確かに、うんうん、こんばんは。割とこう爽やかなね、ペダルとか夢力とかとね、また違う、また違うけど、でも曲のなんだろう、意味とか歌詞の意味を取るとこう前向きな感じなんかなって思う。すごくユキがもらえる的系のねえ。まだ歌えないな新曲。音
こんばんは。終わったかにゃ。アズミンと配信で息をする心の歌詞解釈、え、したい、歌詞解釈したいしたい。私もしっかりとまだ歌詞をね、そこまでしっかりとまだ読み解けてないというか見れてないので、したいですね、したいです、めちゃめちゃ。え、ねえ、すごい、私も歌いたくなる。ねえ、かわいい、確かに。MV 解禁ね、楽しみですね、 MV もね。したいね、したいです、みんなと。ってどういう感情か分からんけど、いやー素敵、神曲でしょ本当の本当に神曲でしょ、ゴッドソングでしょ、ゴッドソングでしょ。なんか気持ち明るくなるよね、曲聴いてるとね。え、トレンド入り、え、すごい。あとはアンダー曲というか私の声が乗ってる曲の方も多分どうだろうな、皆さんに届くのがすごい楽しみ、届く日が。いや歌ってまださすがに歌えんかなすごいトレンドに入ってる、トレンド入ったんだ、すごい。いや笑顔のチャンスもいい曲ですしね、全部いい曲ですよ、全部いい曲。うーん、なんか STU の曲割と歌詞も好きだけど、なんかメロディーの雰囲気が結構好きかもしれん。 STU の曲メロディーの雰囲気が好きです。自然と音主義楽しみにしててくださいいや歌えそう、ほんまに歌っちゃいけんけど歌っちゃいけんし絶対歌わんけど、うん、自然と音主義もお楽しみに。ね、よし、ではじゃあそろそろ壇上読もうかな。確かにカップリングの曲もメロディー重視は歌詞重視よ。悩ましい、メロディー重視か歌詞重視か。いやでもメロディーの好きもあるけど結構歌詞もあるかもしれん。歌詞結構歌詞かも歌詞、え、難しい、どっちも歌詞でも結構歌詞をこう、うん、読むの好き。そうだね、歌詞ってでも大きいかもね、メロディーもだけどね。よし、じゃあ団長、明日の配信なんだけど、明日朝配信にしようかなと思ってて、朝配信と言うてもいつもみたいに早くはないんだけど、休日バージョン朝配信ぐらいの時間でみんなお休みかな、明日お仕事かな、学校かな。あ、確かに歌詞朗読したいですね、前やってたのになくなっちゃった歌詞朗読が。歌詞朗読もしよう今度。明日早すぎず遅すぎずぐらいの朝、8時から9時
8時から9時で配信する。8時半、いや8時半から9時半だな。8時半から9時半で配信します。明日は8時半から9時半ぐらいで配信するね。ちょっといつもの朝配信に比べたら遅めだけど、もしあの見れそうだったら見に来てください。8時半から9時半の朝配信のみかな。夜を明日は夜配信を朝する感じ。夜配信を朝するっていうか、配信は明日は朝のみっていうか、8時半の配信のみで、8時半からうんですね。で日曜日はマカロン配信を夜します。うん、8時半から9時半で行きます。では団長読みます。13やる気猫 K さんありがとう。12正宗さんありがとう。11島根のおっさんありがとう。10位星野まさきさんありがとう。9位とっちゃんぼやさんありがとう。8位ぬしーさんありがとう。7位ディオさんありがとう。6位オケットさんありがとう。5位ともさんありがとう。4位かぎ37さんありがとう。3位ゆうさんありがとう。2位ゆいころ1号さんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルバンギズモさんありがとう。ありがとうございました。お疲れ様です。今日も一日金曜日。明日は休み？みんなお仕事かな？学校？頑張ろうね。明日もゆっくり、お休みの方はゆっくりしてね。あと開幕戦行かれる方も楽しんでね、楽しんで来てね。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、お仕事頑張ってね、頑張ってね。ありがとうございました。ゆっくり遊んでね。こんばんは、ありがとう。おやすみなさーい。バイバーイ。また明日8時半ね。明日は朝8時半に会いましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。ガオーバイバーイ。じゃあねーねーあずみんで終わります。せーのって言ったらねーねーあずみんって言ってください。せーの、なーにー。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうね。ありがとうございました。バイバーイ。また明日。バイバーイ。おやすみなさい。ゆっくり遊んでね。バイチャ。